おはモーニング。とか、インモがめでたく、まあ就職もね、決まりまして、もうリクルートスーツいらないってことで、うちに3着くらい、グレー混ぜたら4着か、スーツが置いてあるんですけど、なんかクリーニング出しといてって言われて、ちょっとクリーニング出す前に私もちょっと当初の気持ちを思い出そうかなと思って。スーツを借りてみたもののせっかくなので何かしようと思い、OL みんな蒙古タンメン中本好きだろうという偏見で人生で初めて中本すすります。ちなみに就活終わりのインモさんの様子も共有しておきますね。髪の毛緑色になんかカビてるけど大丈夫？かっこいいでしょ？ふぅー誰だよ、ブルゾンチーみたいになってるけど。35億。スーツを着ると新入社員の時の初々しい気持ちを思い出すねと、労働とは対極の存在にあたる猫に話しかける。記憶よみがえったし、秒でジャケットを脱ぎ捨てた。蒙古タンメン冷凍も食べたことあるけど、それすらも辛くて味覚バグって苦いと錯覚するレベルだったから、念のためチーズ待機。口の中が大爆発して踊る大捜査線になったら大変なので、リスクマネジメント。当時これからバキバキに働くぞーとビジネス書を見漁って覚えたての横文字使いたくなるあるある。ホリエモンの多動力読んだし、前田さんのメモの魔力も読んだ。ビジネス書読むだけで独語感に得られる達成感と一瞬のやる気だけで忘れてく、あれってなんだろう。そして就活でエントリーシートに書かされる挫折の体験談。隅っこ暮らしで静かに息して生きてきた人間にそうそう語れる挫折はなかったけど、今なら書ける。見栄えのためもう一度ジャケット羽織ってみたけど、腕を束縛してくるので脱ぎ捨てます。我慢はしたくないので立派な日本無職になりました、坂村です。おいしい。仕事のことを考えずに飲めるビールが一番うまいと無職になって気づきました。解放感の味だけど、仕事後のビールも達成感の味がして好きなので、執筆で日々追い込んでます。この一杯があるからこそ今こうして文章を書こうと思える。海猿された蒙古タンメン中本とセブンの焼き餃子いただきます。いつも食べてるセブンの焼き餃子はこれからの麺ロードを走るための瞬足のようなもの。人生初めての瞬間はいつだってときめく。ツルポツルポ、沈んでいた野菜もサルベージしてバグり。おいしい。あれ、思ったよりこれなら辛くないかも。味が好き。じわりじわりとにじみよる辛さがあるけれど、美味しさの中の辛さなので楽しめる。初対面なので緊張と、もっと相手を知りたいという好奇心によってどんどんすすってしまう。しかしビールを飲んで我に返る。辛いーなのに早く次の一口が食べたい。美味しい。完全に丼の中で人形劇のように踊らされてる。ざわざわ盛りのがんこちゃん、体内からドロドロに溶かされている感じ。しかしこれ公式の辛さ水準らしいので、まあ、試験には合格できた気分。体が芯から熱い。熱いけれど不快な熱さではない。燃焼系燃焼系アーミノ式って感じ。人間火力発電所だってセリフがどこからか聞こえてきそう。でもこうしてビールと交互にスープを飲むことで気持ちがいい。これがサウナでいう整うってこと。スープが全体的に味噌ベースなので飲みたくなるように作られてるんだよね。麺が程よく吸収していてバランス取れてる。豆腐も入ってる。麻婆豆腐っぽさがあって米を呼んでる。胸のどこか奥で鼻赤くなっちゃって、塩むすび持ってきました。でもこれ全部おかずなんですよ。炭水化物が足りてなくて辛さが抑えられないのかなと思って米持ってきました。炭水化物の力って科学の力よりすげーと思った瞬間、今なら辛さに勝てる。騎馬戦で一気に畳みかけるあの感じ。弱小なので上にも両端にもなれず、ケツ支えの役目してた仲間いる。出撃に置いてかれて支えるまでもなく走って追いかける滑稽さで米食える。これまで辛そうだからちょっとなぁと店の前を通るだけで避けてきた蒙古タンメンだったけど、こうして食べる機会を得てよかったと思う。この年になるとなかなか新しいことをやろうとか挑戦しようというモチベが消えてくからさ。体が重くて動かないんだけど、無理にでも動かすようにしてる。結果良かったって思えることがほとんどだから。そもそもなんで OL イコール蒙古タンメンだと思っていたかっていうと、当時周りには辛いの大好きな OL がたくさんいて、みんなよくね白いワイシャツでランチしてたんだよね。跳ねて狙撃されたら終わりなのに勇敢だな、私にはできないって思ってた。私もみんなとお昼は交友深めたいしランチ行きたかったんだけど、働く一日で一番の楽しみを辛さ苦手意識あったから蒙古タンメンに捧げる勇気なくて、いつぞやかのウソップみたいにみんなに背を向けて一人飯食べてたんよ。悔しいから、まあ、二郎に並んだことがあったんだよね。もちろんあのニンニク抜いてだよ。せっかくなんで味変の味玉とモッツァレラチーズを切ってみました。ここに沈めたら
マイルドに少しなるんじゃないかなと思って。なんかすごいね、岩盤浴っていうかサウナっていうか、ミコタンメンって食べるジムみたいなところあるね。手遅れで全然チーズが溶けてくんない。あ、でもこれを麺と一緒に食べたら絶対うまいよ。そしたらなぜかミコタンメン組は怒られなかったのに単独二郎は注意されたの。人と接する機会が多かったからっていうのはあるかもしれないけど、ニンニク抜いてるんだよ。みんなも社会人経験してれば昼休憩に二郎くらい行くよね。社会人なりたてのイニシエーションだと思ってる。腑に落ちなくて次の日は蒙古タンメン組を尻目に日高屋で餃子定食注文した。しかもダブル餃子定食。もうそれは怒られなかったわ。社会は不思議だなと思った瞬間でした。これ食べていて思った。テイクアウトするなら米を炊いておくか砂糖のご飯を用意しておくの必須だな。味噌スープがめちゃくちゃ後引くうまさだから、米をバーサー入れてリゾット風にして食べるの絶対うまい。あとモッツァレラチーズよりもピザにかけるようなパラパラチーズの方が溶けやすそう。自分で野菜とか焼き豆腐なんかを追加するのも全然ありだな。長崎ちゃんぽんみたいに野菜もしっかりと摂取できるので飲めるサラダみたいなところもあるし、こってりラーメンでやっぱり太るなとか罪悪感とハッピーセットのことが多いけど、これは発汗、食べることが運動になってるから一切罪悪感が湧かない。メンタルにいいわ。病んでる時にこれ食べたら元気になりそうだけど、やっぱり辛さに体が適応するまではちょっとトイレがお友達になりやすいね。腸活もできるってことでポジティブに生きよう。次は店内ですすってみたいな。辛いものがダメな人向けに辛さゼロの塩タンメンもあるらしいよ。トッピングにはバターなんてのもあるみたいだね。そりゃそっか、味噌にバターって夫婦みたいなもんだもんな。あと無理にすすろうとするとむせるので、ここは折りたたみ式に行くのがいいかもしれない。北極ラーメン辛さ9がすすれる立派な大人になりたいなって抱負を掲げます。ごちそうさまでした。いやー、やっぱり、まあ、スーツより部屋着の方が楽ですね。まあ当たり前の話なんだけど、私のところはずっとスーツ着なくちゃいけなくて、毎日動きづらいなーとか、靴もさ肌色のストッキングにパンプスみたいな。やっぱり今はもうスーツじゃなくてこう私服自由なところがいいなって思いますね。まあなんやかんや今があるから、無職だって立派な社会人。どうも坂村ゆきえですって感じで、私の坂村ソシャエティの中ではこれは常用のスーツとなるので、ファミマ行ったら靴下が可愛くてつい買ってしまった。足の筋肉がなさすぎてこれ履くだけで足がファミチキになるんだけど、猫たちがワンちゃんおやつかもと思ってやってきました。そんな目で期待されると申し訳ない気持ちになってくるからやめてくれ。そして靴下だと分かった瞬間にすぐさまいなくなるのも切ない。その後ふてくされて布団の中に潜り込むポッピーを引きずり出そうとするシャッケ。私はしばらく体が熱くてどうしようもないので、お布団も譲って畳の上で寝ようと思います。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。そうなんです、妹が就職活動終わったんで、マモスーツいらんってことで私がちょっとクリーニング出す前に着させていただきました。おめでとう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 。使ったことないけどね、こういうコール知ってるんですよ。ほんじゃんバイバイ。